はい、前回テレビでアドバンスを、まあ改造というのかマニュアル通り作ってみましたけども、果たしてテレビにちゃんと映し出されるんでしょうか。いよいよ後編のスタートです。ではですね、早速電源をオンにしてみたいと思います。こっちか、えいっと、映った。うん、モノクロじゃん。マジでこれはモノクロだ。ドラゴンボール、すまん、音痴なんですが。これはやっちまったか。ちょっとなんか色がついてる部分もありますね。ゲームボーイアドバンスの液晶はちゃんとカラーなんですけども、映し出された映像がモノクロです。白黒、ちょっと一部赤が出てますけども、これはケーブル関係なんでしょうか。いや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 、やり直しか。ちなみにゲームプレイ、ゲームそのものは進行しますけども、なんでしょう、あ、でもなんか水墨画の世界みたいで味がありますね。いやいや、そんなことを言ってる場合ではないですね。これは重大な問題です。水墨画では困ってしまう。で、いくつかコメントでもありましたね。よく見ている方が多いんですが、フラットケーブル、斜め差しでしたよね。ちょっとね、こんな感じで、これ前回の動画になってますけども、いや曲がってるでしょうと。実はですね、ちゃんとあの後直してはいたんですよね。直してはいたんです、このように。ただこの芯が抜け落ちていたため、曲がったままだと思っちゃうとは思うんですけども、実はこいつよく白黒になっちゃうモニターなんです。こういうコンバーターをかませていたりとか、メガ CD の時もモニターがシャープでしたよね。あれも理由があって、今使ってるこの液晶モニターだとなんとモノクロになってしまうんですね。なのでモニターを変えてみたいと思います。例のシャープのやつです。で、こいつに普通にね、この AV ケーブルをつないでみました。今度はどうでしょうかね。特にね、外国産のモニターなんてのはちょっとね、どうも信号のあれが違うのか、モノクロになっちゃうことが多いんですが、国産テレビならば大丈夫でしょうということで、さあ電源を入れてみたいと思います。おお、カラーになりました。シャープ、うん、お、カラーです。綺麗綺麗。初代ゲームボーイアドバンスのちょっと薄暗い液晶をですね、テレビモニター上で綺麗に明るく映し出されました。拡大スイッチを押してみます。おお、でかい。まあ、ちょっと引き伸ばしてますので、ちょっとジャギジャギが一段と目立ってしまいますけども、まあ、拡大も可能です。どうでしょうかね、こう遅延とかはあるんでしょうか。ちょっと振った感じも特にフリーズすることもなさそうですね。特にですね、こう動かした感じ、遅延みたいのは感じませんけども、いや発色というのかいいですね。どうしてもアドバンスで見てると暗くてですね、つい光の方向を探してしまうんですけども、そういうのは一切なく、スーパーファミコンぐらいなグラフィックをモニター上で体験できるかなと思います。ちゃんとね、ゲームボーイアドバンス上も映ってますけども、やっぱ明るさは歴然ですね。次はですね、ゲームボーイ用のカートリッジでも試してみたいんですが、まあ対応してるんで映ることは映るでしょうと。どんな塩梅でしょうか。おお、なんかちっちゃくなりましたね。スーパーマリオランドローンチですね。ちょっと時折なんかさーっと横線が入る時が見られるような気もしますが、
もう一度画面がね、ちょっと横線が入ったシーンを再生していますけども、こんな感じで出ますね。今度はズームを試してみますけども、ちょっとやっぱ拡大するとですね、さすがにジャギジャギが目立っちゃうかなといった気もしますけども。次、ゲームボーイカラー専用ですね。ガショット、まあ問題はなさそうですけども、どうだ、来た、おお、レア、懐かしい。あ、ドンキーコング GB ですね。懐かしい。ゲームボーイカラーですが、問題なく映し出されますね。ゲームボーイアドバンスの機能でワイド画面にすることもできちゃいますね。これはテレビでアドバンスとは関係ない機能ですけども、この樽に入れないんだったっけな、忘れちゃったねせっかくシャープのモニターを持ってきたので、 S 端子を試してみたいと思います。このね、黄色のビデオケーブルは使わないで、 S 端子の映像のパワーを見てみたいと思うんですが、どうでしょうか。スイッチオンと、ん？どうでかなパッと見よくまだ分かりませんけども、あ、どう、あ、ちょっとですね、なんか縦じまが入ってますね。縦じま気になりますね。黄色のね、ビデオケーブルの時はあんまり気がつかなかったんですが、 S 端子で接続すると結構縦じまが目立ちます。画質は黄色いビデオケーブルの時に比べてくっきりと映ってますね。木なんかもうしっかりと小枝の方まで映ってます。悟空もですね、もう輪郭がはっきりしてますね。ぼやけた感じが和らいでます。ちょっとでも比較しないとわからないですよね。なのでちょっと比較したものを載せたいと思います。左側がビデオケーブル、右側が S 端子ケーブルですが、ちょっとねキャプチャーボード今使ってませんので、若干こう角度が違って変な感じですが、まあ違いはわかると思います。で、どうでしょう、このまず木っていうのかな、これ木がですね、くっきり映ってます。ビデオケーブルの方は全体的にもやっとしてますし、主人公の悟空もですね、輪郭というのか全体的にシャープに映ってますよね。もやっとしてません。再びなんか背景に木が出てきましたけども、くっきりさが全然違うかなと思います。やっぱあと下に生えてる草だったり、あの地面のね、ひび割れてるところもくっきりと映っていると思います。左側の方はやはりビデオケーブルの方はもやっとした感じですね。比較するとさらっとまとめておくとですね、まあ物としてはそんなに悪いものではないかなと思います。ただ今この時点で買いかというとね、まあご存知のように任天堂からゲームボーイプレイヤーなるものがありますので、まあ、ゲームキューブとセットにしなければいけないんですが、こちらの方がまあ簡単ですね。まあ、ゲームボーイプレイヤーの場合ちょっと遅延があるなんていう話もありますので、テレビでアドバンスあんまり遅延がないということですので、そういったメリットもあるのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。テレビでアドバンスでしたけども、なかなかね、こんな商品があるんだと思って手に取った方もいるかもしれませんが、意外とね、改造の手間があったりとか、めんどくさいなと思っちゃって躊躇した人も多いんじゃないかなと思いますけども、まあちゃんとね、できれば映ります。しかし、1年ちょっと後にですね、任天堂自身からゲームボーイプレイヤーというものが出てしまいですね、まあ手軽にゲームボーイからゲームボーイアドバンスまでをテレビ出力できるようになりました。その登場によって徐々にテレビでアドバンスは消えていってしまいました。ではまた。